はい、ということでね、2軒目の物件にやってまいりました。2軒目はね、まあ廃墟というより、廃公園かな、という感じでね。ただね、ここの、廃公園はすごいのが、これです。じゃじゃーん。電車。電車の、なる、廃車かな。と、もう一つ。じゃじゃーん。消防車が置いてあるということでね。気になってちょっとここまでやってまいりました。これすごいよ。こんな間近で見れるのってあんまないわ。ただ、来るまでがかなり苦労した。周りがもうこんなんでね。あ、消防士、あ、消防士違う。どっかの悪ガキがおる。なんかこっからこう見とった、なんかどっかの消防士みたいなのなってんで。お、お、お、放水の練習してる。お、お、消えるか消えるか、あ、おお、飛ばされた。水圧で飛ばされた。ってな感じでね。ああ、童心に戻れるわ。ほんまやで。これ中は開けられへんわな、さすがに多分。消防車、向こうはドア開いとったで。開いてた。うん。いけるかな。でも、意外と展示してるってことは、あそこ階段あるし、うん。開くんちゃうか。かもしらんな。ちょっと行ってみようか。おう、俺こっち見てくるわ。ああ、こっち降りられへんわ。草が生い茂ってて降りられへん。こっちから行くわ。こっち回って行くわ。あ、いたいたいた。あ、あかんわ。ドア開かへんわ。こっちは。こんな感じでね。中が見にくいけど。すごいわ。うわぁ。やばいな。ってことで、今回はね、一番のメインはここがね、見たくてね、ここまでやってきたんですがね。まあ、廃墟自体、まあ、一度行って、まあ、配信自体がしてなかったんで。見れる？中は見れるか。で、今回は、リベンジということでね、あの、廃墟も行こうかっていうことで、来たんですけどね。物置になってんのかな？ああ、ほんまやな。なんか、でも新しいな、これ。ものが、そこそこ。いや、そうでもないんか。そうでもないよ。多分、室内に置いてあるから、まだマシに見えるだけちゃうか？ああ。ああ、ほんまや。すげえ、運転席に見えてるやん。うん。当時、運転席狭かってんな。ああ。あと一応予定ではね、イケサともう一軒ぐらい回ろうかなと思ってるけど、3軒か4軒あるうちに、ね、ちょっとね、1軒はちょっと行けなかったんでね、とりあえず1軒2軒と回って、で、ここまでたどり着いたわけなんですけどね。これめっちゃいい感じやん、正面から見るの。はい、ということでね、こっち側、この辺はね、公園自体は他には特に見るものもないんで、とりあえず、動画の撮影はこの辺で終了にしたいと思います。それでは、さよならー。